景色のいいとこがいいよな。それもいいですけど、美味しいご飯が食べたいです。それ、この前言ってた旅行の話？はい！やっぱり旅行といえばご飯ですよね。それより絶景ってやつを見に行きてーよな。あんまり決まってないみたいだね。私？どこかあるんですか？ううん、私は大丈夫。それより何か手伝おうか？旅行の準備とかあるでしょ？うわ、そりゃ助かるぜ。ありがとな、姉ちゃん。クビラさん、本当にお姉さんみたいで、つい頼っちゃいます。この前も一緒に遊んでくれて、あ、料理も一緒にしましたよね。年下の子と遊ぶこと多かったから、弟と妹が10人いて、売り坊よりやんちゃな子たちでさ。なるほどな。だからみんなのお姉ちゃんって感じがするんだな。みんなのってそれは言い過ぎ。クビラ姉ちゃん！チラちゃんってば、いつも急に飛び込んでくるんだから。はあ、クビラ姉ちゃんふかふかだ。くふふ、アンチラが俊敏な動きを見せたと思えばクビラがおったのじゃな。アニラも一緒だったんだね。うむ、実は港町の商店街で安売りをしているらしくてのう。みんなを誘って出かけようって話してたんだ。というわけで、どうじゃ、一緒に行かぬか。うまいリンゴが売ってるといいな。アンチラちゃんは何か買いたいものがあるの？うん、でも絶対に楽しいよ。あれ、目当てのものがあるわけじゃないんだ。
欲しいものとその場で巡り合う、それが買い物の醍醐味じゃ。ふん、そういうものなの。それよりアンチラよ、そろそろ出発じゃぞ。クビラから離れてはどうかの。大丈夫、捕まったまま行くから。尻尾でクビラさんにぶら下がっちゃいました。仕方ないな。はーい、さすがクビラ姉ちゃん、深っ腹。でも帰りは自分の足でね。前向きに検討しまーす。もう実践してくれないと困るよ。お買い物とっても楽しみですね。レッツショッピング。した姉ちゃん。あ、いや、あ、そうだね、すごい人の数。お店も人も多すぎる。こんなの本でしか見たことない。ねえアニラ姉ちゃん、モフモフの服が売ってるよ。こっちにはぬいぐるみも。ふむ、たくさんあって目移りしてしまうの。あ、こっちの襟巻きは白くてふわふわで可愛いぞ。美味しそうな野菜に珍しい果物、お肉の試食コーナーもあります。ちょっとみんなどうしてパッと見てすぐに飛びつけるの。何の迷いもなくあちこちのお店に。もしかして全部買うつもり。なかなか良い手触りじゃ。ほれ、クビラも触ってみよう。本当だね、モフモフしてる。アンチラちゃん、あっちに綿飴がありますよ。綿飴？やったやった。ねえねえ、クビラ姉ちゃんも綿飴好き？うん、好きだよ。よかった。じゃあみんなで食べよう。はい、行きましょう。こらこら、二人とも離れぬように我らと手をつなぐのじゃ。尻尾でもいいよね。またクビラさんに尻尾で捕まってます。
まあこれなら離れようもないし、安全といえば安全かな。ではルリアは我と手をつなごうかの。はーい。目当てのものもないのに、なんだか楽しい。なんでだろう、不思議な気分。あ、この首飾りちょっといいかも。ウリボーと同じ模様の木の実があるよ。へえ、どれどれ。ではでは皆さん、次はあっちの青果店に行きましょう。そろそろ休憩しねえか。おいらもう疲れちまったぜ。リンゴもあるみたいですよ。なんだって？仕方ねえな。本当に楽しそうじゃの。アニラはどう？楽しんでる？もちろんじゃ。みんなで店を見て回っておるだけで実に愉快じゃの。みんなでか。それがこの不思議な楽しさの理由なのかな。ああ、高すぎだって言ってんだよ。ですがこれ以上は勘弁してください。お客様の要望が聞けねえってんなら分かってんだろうな。あやつら刃物をちらつかせておるぞ。まっとうな値下げ交渉じゃないね。おい、何見てんだてめえら。どっか行きやがれ。それはこっちのセリフ。おとなしく言ってくれればお仕置きはしないよ。なんだと？痛い目見ねえとわかんねえようだな。呼吸を据えてやる必要があるの。そうだね。行くよ、アニラ団長。止められないよ。こんなもの、道は私の後ろにできる。さすがだね。愉快愉快。
この辺で休憩しようか。ぽいぽい。よしよし、向こうで遊びましょうね。もふもふ、ふかふか。もふふか天国だ。ぽい。ぷひぷひ。めえめえ。ほんと元気だな、あいつら。お前もやるのかよ。よし、それならオイラも行くとするか。おい、オイラも混ぜてくれ。ぽひぽひ。みんなはしゃいでおるの。そうだね。結局寝ちゃったね。みんな、手分けして団長たちを温めてあげて。ぽいぽいぽい。そなたたちも、ウリ坊に続くのじゃ。これでよし。バニラ姉ちゃん、お支払いはモフモフで。どんな夢を見ておるのかの。アニラと買い物ができてよっぽど嬉しかったんだろうね。いや、今日に関してはそなたと一緒に出かけられたのが嬉しかったのだと思うぞ。クビラは里からほとんど出ていなかったじゃろう。こうしてクビラと共に遊びに出かけること自体、何年ぶりか覚えておらぬくらいじゃ。そうだね、シンジの集まりで顔を合わせることはあったけど。じゃからの、アンチラはそなたと遊ぶのを心待ちにしておったのじゃ。そうだったんだ。アンチラはの、そなたを喜ばせたいとも言っておったな。喜ばせたい？ああ、いつも優しくしてもらえるから恩返しがしたいのじゃと。ねえねえ、クビラ姉ちゃんも綿飴好き？クビラ姉ちゃん、こっちにウリ坊と同じ模様の木の実があるよ。そっか、あれは私の好きなものを探そうとして。我もアンチラと同じ気持ちじゃ。じゃが、
そなたは昔から自分の望みや願いを語るたちではないからな。それでもクビラがもう少しだけ自分の気持ちを伝えてくれたら我も嬉しく思うぞ。アニラ、多分私は怖いんだと思う。子供の頃から犬神として期待されて。みんなの期待に応えられるいい子でいなきゃって、そればっかりだった。クビラの里では年神に対して特に思い入れが強いからの。今まで誰かに自分の気持ちをちゃんと話したこと全然なくて、わからないんだみんながどういう反応をするのか。わからないから怖い。そうじゃったか。ありがとう、怖いと思っておるのに我に話してくれて。正直に言うとな、我も素直に気持ちを伝えるのは少し怖いのじゃ。アニラも？うむ、誰かとぶつかって争いになるかもしれんからな。しかし、わからないからこそワクワクもするのじゃ。自分のことを知ってもらい、相手のことを知っていくのは怖いことばかりではない。私にはわからないよ。そうかのう。おそらくそなたにも心当たりがあるはずじゃ。心当たり？怖くてもワクワクしたからこそ里を飛び出して旅に出ると決めたのじゃろ。知らないことばっかりで、みんなで買い物に行くのが楽しいっていうのも今日初めて知ったよ。私少しずつ変わってるのかな、少しずつ変われるのかな。ああ、きっとな。なーに、安心せい。我らも団長たちもそなたの味方じゃからの。うん、ありがとうアニラ。私の考えてることちょっとずつ伝えてみるよ。楽しみにしておるぞ。
ほら、着いたよ、アンチラちゃん。そろそろ起きたら？大丈夫です。今日はふかふかなので。どういう意味それ？くふ、結局帰りもずーっと尻尾に巻きつかれておるな。今日は特に甘えん坊さんだったね。ほーれアンチラ、シャキッとせんか。シャキシャキはもう間に合ってますので。いいのかアンチラよ、そろそろあれをじゃな。あ、そうだった。おはよう、クビラ姉ちゃん。おはよう、いきなり元気だね。あのね、僕、クビラ姉ちゃんに渡したいものがあるんだ。あ、私に？うん、よかったら受け取って。花模様の首飾りって、もしかして雑貨屋にあった？くふふ、そうじゃ。そなた穴が開くほど見つめておったじゃろ。それにね、この首飾り、クビラ姉ちゃんにすっごく似合うと思ったんだ。僕とアニラ姉ちゃんからのプレゼントだよ。まあそういうわけじゃ。受け取ってくれんかの。本当にもらっちゃっていいの？もちろん。いつもありがとう、クビラ。みんなの支えになってくれて。クビラ姉ちゃん大好き。二人とも。ぽいぽいぽー。あ、ほら、ヒコウリ、また勝手に出てきて。嬉しいとウリ棒が飛び出るのは変わっておらんようじゃな。やったー、クビラ姉ちゃんがウリポンしてくれた。ちょっと、ウリポンとか名前つけないで。でも、ありがとう、本当に嬉しい。ブイブイ。ヒコウリふかふか。そなたの喜ぶ顔を見るためならば、我らも、そして団長たちも苦労など惜しまぬ。じゃから、そなたは存分に頼ればよいのじゃ。我らがそなたを頼っておるようにの。アニラ言ったじゃろ、ここにおる者は皆そなたの味方なのじゃ。悪い悪い、いろいろ手間取っちまいてよ。それって、今もらったのと同じ、どういうこと？いや、姉ちゃん雑貨屋で首飾り見てたろ。
姉ちゃんにはいつも助けてもらってるからよ。プレゼントしようって話してたんですけど、売り切れちゃってたんです。諦めようと思ってたらさ、こいつが何が何でも同じ首飾りを探すんだって。なんとか似ているものを見つけたんですけど、先を越されちゃってたんですね。同じような首飾りが2つあっても意味ないよな。そんなことない、受け取らせて、大切にするから。みんなありがとう。どう伝えればいいかわからないけど、私本当の本当に嬉しい。バイバイ。バイ。あ、タローリにヨーリまで。ダブルウリポンだ。喜んでもらえてよかったです。恥ずかしい。ウリ坊が飛び出すのは恥ずかしいという認識なんじゃな。うん、いつ飛び出すかわからないのはわからないのはまあ悪くはないかも。ちょっとダメだけど。ちょっとダメってことはほとんどいいんだよね。僕たくさんウリポン見たい。いや、たくさんは絶対ダメ。わ、そういや町で旅行の案内が載ってる紙ももらったんだよな。旅行先はこいつを見て決めるとしようぜ。それなんだけど、私行きたいとこあるかも。どこですか？教えてください。そこにずっと行ってみたくて、子供の頃に聞かされたからかな、妙に印象に残ってるっていうか。へえ、巫女のばあさん、ずいぶん遠い場所を知ってんだな。うん、詳しくは知らないけど、昔菊牛さんに連れて行ってもらったことがあるみたい。で、そこの温泉はね、体の疲れがすごく取れるんだって。慰安旅行にはぴったりだと思わない？あと露天風呂から眺める山並みが最高らしくて、他国の王様がわざわざ足を運んで歌にした逸話があるくらい。それから名産品のブドウも大粒で甘くてすっごく美味しいって言ってたし。あ、ちなみにそこただの温泉だけじゃなくて、いろいろな種類があるらしくて。クフフフフ、席を切った用途はまさにこのことじゃない。ごめん、一気に喋っちゃって。温泉旅行いいと思うんだけど。露天風呂からの景色か。おいら見に行きてーぜ。はい、おいしいぶどう食べたいです。
ちゃんはなんか噛み合ってないけど。